はい、皆さんおはようございます。微算数理工学の第2回目を始めていきます。今日もコメントスクリーン使えますので、授業中に質問とかコメントがある方は、そちらの方に流していってください。よろしいですか？で、前回やっていたところの続きがあるので、まずそこからやっていきます。二項定理というところが、聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。前回の続きの二項定理の話をしていきます。で、二項定理というのは何かっていうことを皆さんご存知だとは思うんですけども、ここではどういうふうに使えるのかってことをやっていきます。で、二項定理は何なのかっていうと、二項定理ですね。X と Y という複素数があったら、あと、n は自然数ですね。0以上。0以上の整数だと思ってください。で、x プラス y の n 乗っていうのを展開すると、x の形乗、y の n 引く形乗の項が、の係数が n チューズ k になるということですね。これ n チューズ k でしたね。はい。これは皆さんご存知だと思いますし、証明するのもそんなに難しくないです。記号法を使えばできますので、これ演習問題になっています。で、今からやりたいのは、これをどのように使うのかということです。はい。で、一つ目ですね。こういうことが二項定理からわかります。任意の自然数 n に対して、n チューズ k を k が0から n まで足し合わせると、2の n 乗になりますということです。これは、先ほどのですね、二項定理と書いておくと、もう一度、x プラス y の n 乗が、k が0から n までの和で、n チューズ k、x の k 乗、y の n 引く k 乗ですね。これが二項定理ですね。で、この二項定理の x のところを1、y のところを1とすると、x1 で y1 ですから、1の形乗ですね、2個形乗が出てきます。1の何とか乗っていうのは1ですから、そのままこの n チューズ k の和が出てくるという形で、左辺が出てきます。一方で1たす1の n 乗っていうのは2の n 乗ですから、2の n 乗と n チューズ k の和が等しくなるということが二項定理からすぐわかります。いいですか？で、これが証明できるのは重要なんですけども、前回も言ったように、この統合があるってことは、この左辺が数えているものと右辺が数えているものが等しいってことをこの等式は言ってるわけです。そうすると、この左辺が何を数えているのかってことと、右辺が何を数えているのかってことを考えることで、この等式を解釈できるということを前回やりました。そういうのを組み合わせ的解釈というふうに言ったりしたわけですけども、じゃあそれをここでも考えてみましょうということをやります。で、じゃあ先にですね、この右辺の方は何なのかということを考えると、これは n 個のものがあったときに、その中から個数を決めずに、いくつかに色を塗る方法だと思ってください。は、思えます。と見なせます。今ですね、ここにあるのは、n が4の場合ですね。n が4の場合に、黒いものが4つあるんですけども、そのうちのいくつかを選んで赤く塗ってる。っていう方法が全部で何通りあるかっていうと、これ今4つのものがあるんですけども、そのそれぞれに対して塗る塗らないっていう選択があるわけです。だから1つのものに対して2通りの選択があって、それが4つ順番に起こるわけですから、2×4、あ、じゃない、2の4乗。すいません。2×2×2×2 を言おうと思って、今 2×4 って言ってましたけども、それは間違ってて2の4乗ですね。
通りの塗り方があるということになるわけです。で、この場合は2の4乗っていうのは16。ということになるわけですね。ですね。で、これが、まあ、右辺をそのように解釈したわけですけども、じゃあ左辺は、この塗り方を倍分けしてるわけです。足し算ですからね。倍分けしてるわけです。で、どういうふうに倍分けをしてるのかっていうと、この第 K 項ですね。つまり N チューズ K というのは何かっていうと、N 項のものの中から、まず K 項、その色を塗るものを選びます。あ、すいません。色を塗る個数を選びます。K 項と決めます。で、K 項と決めたら、その K 項を塗る方法の総数が N チューズ K になりますというのが前回言ったことですね。だから、この例の場合は N が4なんですけども、その K が0の場合、K が1の場合、K が2の場合、3の場合、K が4の場合というふうに、まあ、こう倍分けできるわけです。で、倍分けしたら、例えば K が2のところを見ると、そのまあ2つ選んで色を塗る方法の総数が、すべてのパターンがここに出てきてるわけですね。で、それが、N チューズ、K 通りあるということになります。で、それをすべての K について足し合わせると、先ほど言っていた右辺の N 個のものの中からいくつかに色を塗る方法の総数が出てくるということで、この等式が解釈できるということになります。よろしいですか？いいですか？はい。で、これがまあ例題1でした。じゃあ次の例題を見てみます。今度は何かっていうと、先ほどの式に似てるんですけど、この N チューズ K の前に、マイナス1の形状っていうのが出てきてる。係数としてついてるような式です。で、まあ、これを足し、左辺を計算すると、これ0になる。必ず0になる。っていうのが、等式です。まあ、ちょっと例やってみると、例えば、まあ、N が4の場合ですね。の時、まあ、左辺っていうのは、そのまま書くと、K が0から4までのマイナス1の形状の4チューズ K になります。で、そこでそのまま書き下すと、4チューズ0マイナス4チューズ1プラス4チューズ2マイナス4チューズ3プラス4チューズ4になります。で、これ計算すると、1引く4足す6かな？引く4足す1ですね。0。確かにありますね。なんででしょう。まあ、なんででしょうってことをこれ考えるんですけども。まあ、まず、証明しますね。証明は先ほどと同じように二項定理を使います。で、二項定理を先に式もう一回書くと、x プラス y の n 乗イコール、k が0から n まで、で、n チューズ k で、x の形状、y の n 引く形状。まあ、これでしたね。で、この x と y を、それぞれマイナス1と1とします。で、そうすると、この二項定理の式を使うと、どうなるかというと、これ消えるな。二項定理が。二項定理消えますけども。こうなりますね。x の部分がマイナス1で y の部分1ですから、この式が出てきます。1の何とか乗、先ほど言った通り、これ0でなくて1ですから、これ消えまして、マイナス1の形状だけ残って、欲しかった式の形が出てくるということになります。これで証明できます。よろしいですか？で、まあ、これ組み合わせ的解釈したいんですけども、まあ、それ演習問題になってます。ので、考えてみてください。で、例題3ですね。3番目の例題。これはですね、何かというと、N チューズ K の2乗を足し合わせると、2N チューズ N になるという等式です。これはですね、先ほどのように、まあ、二項定理使って証明をしようと思うんですけども、ちょっと二項定理の使い方が違います。先ほどまでは二項定理の X と Y に何か適当というか、適切な値を入れることで、等式を証明してたんですけども、この等式はちょっと違う形で二項定理を使うので、ここで紹介したいと思います。
で、今日やるのは、今からやるのは、この証明と組み合わせ的解釈です。で、じゃまず二項定理使って証明していきましょうと。二項定理をどう使うかっていうと、x プラス1の 2n 乗っていうのを考えます。まあ、最終的にこの、2n 中 n っていうのが出てくるので、まあ、この2n 乗を作ると、2n 乗を考えて二項定理を使うと良さそうかなっていう、まあ、ちょっと、なんだろうな。推測を立ててるんですけども、で、y の部分を1にします。で、ですね。このまま、そのまま、二項定理使うと、2n チューズ k が出てきて、x は k 乗で、1の 2n 引く k 乗っていうのが出てきます。ですね。で、和は 2n まで。ですね。いいですか？で、1の何とか乗は、1ですから、これは、2n チューズ k かける x の k 乗の和になります。いいですか？で、重要なのは何かっていうと、これが、x に関する多項式だということです。もと、その、二項定理っていうのは、その x と y に関する多項式に関する定理なんですけども、その y を1にしているので、出てくるのは x に関する多項式になります。いいですか？で、特に、x の n 乗の係数は 2n チューズ n になります。ですね。この k が n の時には係数 2n チューズ n になります。ですか？つまり、x プラス1の 2n 乗っていうのを展開して、x の n 乗の係数を見ると、それは 2n チューズ n であるということが、この二項定理を使うとわかるわけです。今からやるのは何かっていうと、x プラス1の 2n 乗っていうのの展開を別の方法で行います。で、別の方法で行うと、x の n 乗の係数が 2n チューズ n じゃなくて、ここに上に書いてある左辺の形として得られるということを言います。そうすると、多項式の、同じ多項式の、同じ単項式の係数は等しくなっている必要がありますから、この等式が得られるということが言えます。という方針であります。いいですか？で、これ今からやっていくんですけども、じゃあどのようにこの x プラス1の 2n 乗っていうのの別の展開をしていくのかってことを今からやっていきます。x の1の 2n 乗っていうのが、x プラス1の n 乗かける x プラス1の n 乗です。これいいですか？で、この x プラス1の n 乗に二項定理を適用します。で、適用するとこんな感じになります。これですね。x プラス1の n 乗、これですね。で、予習の方も同じように展開するんですけども、同じ k を使うと、同じ k っていうのは k という文字ですね。k という文字を使うと、紛らわしいので、後ろの方の展開では l を使っています。だから、この2つもですね、展開した部分は実質同じですけども、見た目が違うと。K と L という違う文字を使っているということになります。これいいですか？で、まあ、前の方は K に関する和で、後ろの方は L に関する和ですから、で、これ有限和ですから、和の順番を入れ替えられます。で、こうですね。こう書きます。そうすると、これはやっぱり、X に関する多項式だということがこれわかるわけです。わかるけども、まあ、これ二重和だから、色と分かりにくくなっている気はしますけども、これ二重和です。二重和は、x の多項式です。ですね。で、そうすると、これ x に関する多項式ですから、x の n 乗の係数っていうのが、この式を見ると分かるわけです。で、どう分かるかっていうと、今、この k プラス l が n となるとき、のことを考えているので、この下のやつですね。下の式ですね。k を決めたら、k プラス l が n になるためには、l は n マイナス k である必要があるわけです。こうですね。n マイナス k ですね。だから k を一つ決めると、l は必ず n マイナス k に決まります。という形で、この係数の部分は、
n チューズ k かける n チューズ n 引く k の和になります。いいですか？ xn 乗の係数はこの和になります。よろしいでしょうか？まあ、ここが今日一番、今日というか、このやり残した部分で一番難しいかもしれませんが、これいいですか？で、前回、n チューズ n 引く k は、n チューズ k と等しいということを言いました。ので、それを、この後ろの部分に使います。使うと、n チューズ k かける n チューズ k になりまして、これは n チューズ k の2乗になるという形で、これが、つまり、x の n 乗の係数は、これであると。n チューズ k の2乗の和になるということが分かって、x の2乗の係数は、等しくないといけないので、今求めたこの和と前のページで求めた 2n チューズ n が等しいという結論が得られます。以上です。よろしいでしょうか。2つの多項式を比べて、係数が等しいことから結論を得るということになっています。ですか。ではですね、じゃあこの式、組み合わせ的に解釈してみましょう。先ほどですね、例題1っていうのをやったときには、着色を使って解釈をしました。で、この式は着色を使って解釈することももちろんできます。ので、まあ、もし興味があったら演習問題で考えてみていただきたいんですけども、ここでは、前回もやった格子度を使う解釈をやってみたいと思います。それでですね、格子度を使う解釈何だったかというと、A チューズ B っていうのがあったら、これは、0、0から、A マイナス B、B へ至る、まあ、単調な格子度の総数を表すということを言ったんですけど、まあ別に覚えてなくても構わなくて、で、今ですね、この、じゃあ 2n チューズ n っていうのの a が 2n で b が m になってるので、 a-b これ n になります。から、そのことを踏まえると、右辺っていうのは0、0から nn へ至る格子度の総数になります。まあ、今、この下の図はそういう図を書いているつもりですね。これ n が5かな ?1、2、3、4、5、5ですね。これだから n が5の図を書いているつもり。ですね。で、ここを、まあ、その、まあ、こんな感じで、行くような道の総数を数えていると。ですね。で、これが、右辺なわけです。で、左辺は、これ和ですから、そのような格子度を場合分けして数えているということになります。で、どのように場合分けしているのかっていうのが問題で、これは何かというと、ですね、左辺の第傾向、左辺の第傾向って言ってるのは、つまり、n チューズ k の2乗です。n チューズ k の2乗っていうのは何を表したのかっていうと、0、0から nn へ至る格子度の中で、kn-k を通るものの総数です。で、これがまずなぜなのかってことを考えます。これは、この下の図は何を表したのかというと、こうですね。今その、この K が何なのかによって、これ、まあ、場合分けするんですけども、それがこの右に書いてあって、例えば、一番右側、これか K が0の場合かな。K が0の場合。で、その隣が K が1の場合かな。1の場合、K が2の場合、で、K が3の場合、K が4の場合、K が5の場合ですね。というふうになっています。で、例えば、じゃあこの K が3の場合、見てみましょう。で、K が3の場合見てみると、これは何を数えているかっていうと、このですね、0、0から5、5まで行くような格子度の中で、この真ん中の点ですね。この点。この点を通るようなものを数えると、それが、5チューズ3の2乗になります。ということを言ってます。で、なんでそうなるかっていうと、このですね、この真ん中の点、ここを通るとすると、
その通る、00から、この点、この点の座標は、今これ32ですね。32という点を通るためには、この下の、この黄色い部分の、まず格子度を考えて、で、その格子度をたどると、この32に、つくわけです。で、32についたら、そこからこの55に行くためには、この黄色で囲まれた長方形の中の格子度を考えて、それに沿って進んでいくわけです。でそうすると、この00から32を経由して55にたどり着く方法っていうのは、00から32へ行く格子度の総数かける、32から55へ至る格子度の総数ということになります。でそうすると、ちょっと色変えますけど、そうすると、この前の部分の格子度の総数が5中3になります。で後ろの部分も計算すると、これ5中3、この格子度があるところになります。で、それを順番に選んでいるわけだから、全体として5中3の2乗個の格子度が、この3人を通る場合には出てくるということになります。いいですか？で、これは K が3の場合なわけです。で、これを K が0から5まで全部やると、最終的に00から NN へ至る格子度の総数が得られるというわけです。つまり00から NN へ至る格子度を、このどこを経由していくのかということで場合分けすると、左側の式が出てくるということになります。よろしいですか？はい。という形で、まあ、組み合わせ解釈はできます。いろんな解釈は可能なので、もし、別の解釈を見つけたという方がいらっしゃったら、演習問題での、レポートとして教えていただけるとありがたいです。よろしいでしょうか？これで、前回の復習の部分は、復習じゃなくて、やり残した部分は終わりになります。いいでしょうか？はい。では、今日やるべき部分に移っていきます。はい。で、今日は、全化式の立て方という話をします。ですね、次回は全化式の解き方という話を、まあ、していくんですけども、その前に、その全化式というのを立てて、いろんなその現象とかですね、どういうところで、使うのかってことを、まあ、その使えるようになってほしいという話を今日はしたいと思います。はい。で、スケジュールは変わらなくて、で、二つの例というか、例ですね、を挙げます。で、一つは、組み合わせ構造の数え上げです。で、これがどういうところに出てくるのかってことも話をします。例を挙げます。で、もう一つは、アルゴリズムの計算量の話をします。で、アルゴリズムの計算量の解析というのは、数え上げです。その、基本的なステップというものを何回実行するのかということが、アルゴリズムの計算量なので、それは、その、ま、数えてるわけです。いいですか？だから、計算量解析と言ってるものは数え上げであって、だから、数え上げの、考え方を使うことで計算量解析ができるということに、まあ、一応なっています。まあ、そういう関係がありますので、で特に、その中で全化式を使うようなものを今日は紹介するというか、まあ、扱います。はい。で、まずですね、そうかそうか。その組み合わせ構造の数え上げの話をするんですけども、グラフの話をするので、まずちょっとグラフの用語を導入します。で、まあ、グラフの用語を導入したら、まあ、30分ぐらいになるので、そこで休憩にしたいと思います。というつもりでやっていきましょう。で、やるのはですね、扱うのは無効グラフです。で、無効グラフっていうのは、順序対です。V と E という対からなります。で、V は集合。まあ、大抵有限だと思ってください。何言ってるか分かんないか、書くと。
最低有限だと思ってください。で、E っていうのは、その V の要素数にも部分集合の集合です。要素数2の部分集合を集めて集合を作ります。ただその要素数2の部分集合を全部集める必要はないです。で、下に例があります。では V、1、2、3、4、5っていう集合。この波括弧ですね。波括弧は、集合を表す記法です。そうか、ですね。皆さんに一応、お伝えしておいた方がいいかもしれないんですけども、ですね、お伝えしたいこと。じゃあ、中、と言いますね。カッコに大きさはないです。これなんかどうでもいいことなんですけども、これ言っとかないと、皆さんが恥をかくので、言っとくんですけども、よくこの波カッコのことを、中括弧と呼ぶことがあるんですけども、ですね。括弧に大きさないので、これ中括弧ではないです。もちろんですね、まあ中括弧ではないです。だからこれ波括弧と私呼ぶし、普通はそう読むと思うんですけども。波括弧。ですね、なんて言ったらいいのかな。皆さん、まあ、もちろん、日本語を話してるつもりだと思うんですけども、普段ですね。普段、日本語を話してるつもりだと思うんですけども、なんか、日本語で何か言うときに、英語で何て言うんだろうってことも、なんか、対になって考えるといいかもしれないんですよね。はい。で、おそらくです。だから、これ何を言ったかというと、これ、中括弧って言わないってことなんですけども、こんなことを話してると時間がなくなる。ですね。まあ、そもそも中括弧なんてものはないと思ってるんですけどね、私は。こういうことを言うと、また怒られるかもしれない。しかもこれ録画して後で残るから、いろいろと、非難も浴びるかもしれないけど、まあ、それを構わず言いますけども。ですね。どうしようかな。そうなんです。なんか中括弧。だからなんかその括弧が入れ子になっているときに、その2番目の、大きさのところでは、この波括弧を使うっていうふうに言われるかもしれないですけども、普通そんなことしないと思うんですよね。例えばなんかそのプログラミング書いてて、なんだろうな、1プラス2プラス3プラス4。で、その後なんかプラスが続くときになんかここでこうなんかこういうふうに括弧を書いて続けていくかっていうと、そんなことないわけですよね。プログラミングだったら。だからそのプログラミングの世界と数学の世界は違うんだっていうふうに言われるかもしれないんですけども、これを書い、この括弧を書いた時点で、これはなんか別のものを表してると思うんですよ。なんかこういうふうにこう集合を表してるんですよね。なんかこれ波括弧っていうのは集合を表すための記法ですから、この瞬間に、ここに書いたものはなんか集合になっちゃうんですよ。普通の考えだと。だからこういうそのなんだろうな、その、カッコがですね、入れ子になっているときに、その2番目のところでは、この別のカッコを使うっていうのは、見やすくなるっていう、いい側面はあるかもしれませんけども、意味としては、なんか、おかしいので、こういうことはあんまり行わない方がいいと思うんですよね。うん。ので、注意してほしいんですよ。で、なんか、この、なんか、中括弧をなんか使おうとかっていうような気になってると、なんか、例えば、なんか、サイン、どうしようかな。x プラス y プラス、x プラス z っていうのがあって、ここでこういう風になんか書いてしまうとかですね。まあ、ここでやっちゃう場合があるんですけども、これも許されないんですよね。とか書かない。かなりですよね。ので、まあ、括弧には大きさがないというふうに思ってもらって、この波括弧っていうのは集合括弧を書くための記法であるというふうに思ってほしいというわけです。これ消しますね。どうでもいいんですけど、なんかこういうことをいちいち言わないと、皆さんが困るんで、注意してきます。
で、これが V で。で、E っていうのは、要素数の部分集合の集合ですね。例えば、この4号っていうのは、V の要素数の部分集合で、まあ、そういうものをたくさん集めたということですね。で、これ集合ですから、例えば、この2号っていうのがありますけども、2号っていう部分集合と、5人という部分集合は区別されません。これ同じです。まあですね、集合っていうのはその何が入っているのかってことだけが重要ですから、そういうふうになります。いいですか？で、集合とは、こういうふうにその V と E っていう集合を対にしたものですね。で、まあ、そういうものをよく図示して表したりします。で、皆さんはこういうこの図のことをグラフだと思っているかもしれませんけども、グラフと呼ばれたら、こっちの集合の対のことを表します。で、またなんかこんななんか無駄話をしているとまた終わらないんだけども、よくなんかこういうもののことを、グラフ理論のグラフっていうふうに、言う人がいるんですけども、私もこういう、こんな日本語ないと思ってるんですよね。グラフ理論のグラフ。はてなと思うんですけども、多分こんな風に言うの、日本人だけで、グラフ理論のグラフ。多分英語使ってる人はこういう言い方しないと思います。で、多分日本人がこういうことを言う理由は、そのグラフっていうと、あと円グラフとか、棒グラフとか、そういうグラフを表す気になるからだと思うんですよね。だけども、円グラフを、例えば英語で言ったとしても、グラフって出てこないんですよ。円グラフ、例えば英語で言ったら、英語で何と言うでしょうって、ここでじゃあクイズしましょうかね。英語で普通なんて言うでしょう。あるいは棒グラフ。英語で普通なんて言うでしょう。普通かどうか分かってるけど、私は何と言うでしょうって、また私のことを聞いてもしょうがないですよね。パイチャート。あ、しまった、今。流れで前で言ってしまった。パイチャート、そうですね。これパイチャートです。パイっていうのは、多分こういうふうに、分かれてる形が、そのパイのピースに見えるからだと思うんですけど、これパイチャートですね。棒グラフ、バーチャートだと思うんですけど。だから、いちいちその、なんだろうな、グラフ理論のグラフっていうような言い方を、まあ、する必要ないんですよ。まあ、そうだと思うので、なんかグラフ理論のグラフっていう言い方はちょっと私抵抗があって、まあ、グラフって言ったらこれです。これしかないというか、まあ、もう一つですね、この関数のグラフっていう、こういうやつですね。まあ、こういうのはあるんだけども、まあ、これも、まあ、ある意味で、この上に書いてるこういうグラフと、まあ、同じようなもんなので、まあ、なんで同じなのかってことは、まあ、これ無限グラフなんですよね。V が無限の場合の図比に、まあ、対応するんですけども、まあ、そういうもんなので、ちょっとなんかグラフ理論のグラフって言い方にはちょっと抵抗があります。ってことをやってると時間がなくなったので、とりあえずですね、もう少しやりますね。すみません。もう少しやって。すみません。こんな無駄話ばっかりしてると終わんないんですね。すみません。今日はただでさえ前回の残りがあったんだから、それで、グラフの用語があります。じゃあ、何かというと、V の要素のことを頂点と呼びます。で、E の要素のことを辺と呼びます。ですね。で、辺はその2つの頂点を結んでるんですけども、結んでると思うんですけども、それは、その2つの頂点のことを端点と呼びます。例えばこの1号っていう辺があったら、違うな、この下の例にしよう。辺2、3っていうのがあったら、その2と3という頂点はこの辺の端点です。ですね。あとですね、この接続するっていう用語と隣接するっていう用語があるんですけども、この2つの用語は明確に区別されます。明確に区別されます。で、接続するっていう用語は頂点と辺に対して使われます。例えば1号という辺は1という頂点に接続します。だからそのくっついてる頂点と辺がくっついていることを接続するというふうに言います。で、隣接するっていうのは、頂点と頂点同士に対して使う言葉です。例えば、1と5
という頂点が隣接するというふうに言います。だから、これは、まあ、用語なのでね、覚える必要はないんですけども、とりあえず、まず区別されてるってことだけは、理解してください。よろしいでしょうか。で、先ほど言った通り、そのグラフっていうのは、V と E という集合の対なので、それを図示する方法っていうのは、いろいろあります。今、この右上に、左上に、図示されているグラフがあるんですけども、この右側の図と下の図っていうのは同じグラフを異なる方法で図示したものです。で、図示する方法っていうのは、違っても同じグラフ、その集合としてですね、同じグラフを表すことがありますから、まあ、見た目に惑わされずに、その集合としてのグラフが何なのかってことに注意するっていうことを念頭に置いておいてください。はい。で、ちょっと、グラフの話はしてきたので、じゃあ、グラフの定義は、したので、じゃあ、ここで休憩をしますね。すいません。ちょっと、無駄話をしたから伸びてしまっていけなかったんですけども、じゃあ、ちょっと、2分休憩をしますので、休憩の後に数上げの話をしていきます。はい、それでは再開します。で、今からですね、数えるものはですね、完全マッチングと呼ばれるものになります。何かというと、グラフがあったら、その中のこの辺をいくつか選びます。この今、青で色付けられたものが選ばれている辺だと思っていただきたいんですけども、で、どういうものを選ぶのかというと、どの頂点を見ても、どの頂点を見ても、この青い辺がちょうど一つだけ接続しているというような辺の選び方のことを完全マッチングと言います。ちゃんと書くと、まあ、上の用語で定義されるので、何かというと、そのグラフ G の完全マッチング、今後、向こうグラフのことを簡単にグラフということがあります。完全マッチングとは、辺部分集合 M で、各頂点 V に対して V に接続する M の辺がただ一つ存在するもの。ちょうど一つですね。ちょうど一つ存在するものです。で、この下の例は、青い辺がこのグラフの完全マッチングになっています。青い辺からなる集合ですね。が完全マッチングです。いいでしょうか。で、グラフを与えられたときに完全マッチングの数を、総数を数えたいってことを今からします。で、この例の場合は4個ですね。これ間違ってないってことを、まあ期待してるというか、でも手でやってるので、よく間違えるんですけど、私は。このグラフの場合は4個だけだと思います。まあこれシステマティックにやったので、
4個であるということを、まあ、確信はしてるんですけど、間違って言ったらごめんなさい。指摘してください、間違ってたら。よく間違えますから、私は。私の言うことを全部正しいとは思わないでください。ですね。今言った通り、やりたいことというのは、与えられた無効グラフにおける完全マッチングの総数を計算したい。ということです。で、なんでこういうことをしたいのかっていう、まず、ちょっと動機を言います。で、こういうのはですね、よく統計力学に現れます。先にですね、ちょっと言っときますけど、下の方ですね。物理学っていうのは、数え上げ組み合わせ論の重要な応用分野です。皆さんですね、応用っていうとですね、実社会になんか使われるってことを応用だと思うかもしれませんけども、一つの分野の知見が他の分野に使われること、それも応用と言います。で、何をもって応用と呼ぶのかってことは、人とかですね、研究分野とか、研究の立場とかによって変わってくるので、その応用って言葉にですね、振り回されないで、ちゃんと自分自身、何に応用するのかっていうことを、の意味をですね、明確に捉えておくことは重要で、今から言うのは、数学を物理に応用するっていう立場です。数え上げですね。数え上げっていうのを物理に応用するっていう立場です。で、何かっていうと、ですね、ここに書いてあるのは、これですね。この物質。これは何でしょうっていう質問をして、これもちょっと、じゃあ、これクイズですね。この化学式で表される。物質は何でしょう、分子は何でしょうっていう突然クイズですけど、これ分かりますかね。分かんなかったらハテナっていう感じですけども、これパッて言われて分かったら、まあ多分皆さん化学をやって、なんだろう、普通の入試で入ってきた方は化学やってきてますから、わかると思うんですけど、わかんないかもしれない。これ、間違ってなかった。これ、酢酸だと思うんですよね。私が間違ってなかった。酢酸。で、酢酸はですね、すごく低い温度になると、もちろん固体になるんですけども、で、固体になるとですね、こういうその二量体モデルっていうのを作ります。二量体っていうのを作ります。二量体何かっていうと、二つの酢酸が、この弱い結合で、分子間結合って言うんですかね。引き合って、一つの分子のような、役割を持つような、なんていうんですかね。重合体って言うんですかね。ちょっと、用語が違ってたらごめんなさい。そういうようなものを作ります。で、そうすると、例えば、この規則正しくですね、固体によって、結晶を作っていると。結晶を作ってると、なんかこういうふうに、規則正しく並んでるんですけども、それが、二量体ですね。二量体なんです。さっき今、重合体って言ってますけども、重合体というかもしれませんが、二量体。二量体っていうのを作ると、こんな感じで、二量体が結晶の中に配置されるという感じになっています。で、これはですね、グラフとしてモデル化できるんですね。何がどうモデル化できるかというと、この今、この一つ一つの酢酸を、これ頂点だと思うわけです。ちょっとこんな感じで書いていきますね。で、つながれている、この二量体を作っている部分を、この辺だと思うわけです。今、辺書きますね。例えば、ここですね。これ辺、これ辺、ここは辺、こんな感じになっているというふうに思うわけです。で、それを書いたのが、右側の図。その一個一個酢酸の分子が頂点に対応していて、その弱い分子間の結合をしているところを辺で書いたら、こう右のようになる。で、このような、その二様体がうまく完璧に作られていると、この青い辺の集合っていうのは、今ここに作ったグラフの完全マッチングになっています。で、そうするとですね、この完全マッチングの個数、総数っていうのを数えると、それは、こういうような、その酢酸の結晶があったときに、それが取り得る状態の総数というものに対応するわけです。で、取り得る状態の総数を計算するっていうのは、物理学において非常に重要です。
で、皆さんは、その多分熱力学、多分じゃなくて、必ず 熱力学とかの授業を受けてると思うんですけども、自由エネルギーとか、エントロピーっていう言葉を聞いたことがないっていう人います？あります？で、熱力学をやるときには、まあ、これらの、その、量の、まあ、関係とか、マクロの関係っていうのを多分見ると思うんですけども、それ以外が、その、統計力学的には、その、ミクロな視点から考えたときには、この取り得る状態の総数っていうものが、こういう、自由エネルギーとか、エントロピーに、まあ、寄与する。ってことが、分かってるというか、まあ、そういうふうに定義します。ので、まあ、そういうものが分かると、そういうものっていうのはその完全マッチの総数が分かると、こういう自由エネルギーとかエントロピーとかが分かるので、K の振る舞いが分かると。ということにつながるわけですね。まあ、ということがあって、この完全マッチの総数を計算したいっていう問題が統計物理でよく現れます。よく現れているので、よく研究されてます。よくっていうのは頻繁にっていう意味じゃなくて、深く研究されてます。で、その一端をちょっとお見せするということですね。いいでしょうか。それで、やっていくんですけども、まあ、こういうですね、その、まあ、結晶になっているときには、こういう、格子のような形で、分子が配置されるので、特にそういう場合に完全マッチの総数っていうのがどのように計算されるのかということを考えてみましょう。ということをまずやってみます。で、まあ、一番簡単な場合っていうのは、二段の格子ですね。で、まあ、そういうような無効グラフをこう作って、その段の数、段が、列の数、そのまま1、2、3、4、5と、5つ列があったら、それは A5 と呼びましょうというふうにしましょう。まあ、こういうグラフを AN と呼ぶということが標準的ではないんですけども、この講義では、まあ、初めにできたグラフなので、これを A と呼ぶことにして、順番に A1、A2、A3、A4、A5、点点点、AN と呼ぶことにして、この AN というグラフの完全マッチングの総数を今から計算してみようと思います。で、じゃあまず、じゃあ、A が、え、じゃあ、N が小さい場合、いくつなのかってことをまず考えてみますね。N が1の場合、このグラフですけども、これ完全マッチング。1個しかありません。ので、A1 は1です。まずその、スモール AN で、ラージ AN というグラフの完全マッチング総数を表すとします。で、A1 は1です。じゃあ、N が2の場合どうかっていうと、2つ完全マッチングがありますから、A2 が2です。N が3の場合、完全マッチング3つありますから、A3 は3です。で、ここまで見ると、1、2、3できたから、その後4、5、6、7っていうふうに続くかなと思ったら、そうではなくって、N が4の場合には、手でやってみると5つあるってことがわかります。A4、5です。A5、N が5の場合どうかっていうと、これ8個あります。だから A5 は8です。だからですね、この数列なんでしょう、ということですね。まあ、それが知りたいことになるわけです。で、そのために、今日やるのは何かっていうと、この AN という数列が満たす全化式を作りましょうということをやってみます。じゃあ、まずですね、例として、この A5 というグラフ考えましょう。この5列ある。1、2、3、4。5列あるグラフ考えてみましょう。で、完全マッチングを数えるんですけども、完全マッチング、このグラフの完全マッチングは、次の2つの場合に分けて数えられます。で、どういうものかっていうと、左上の頂点に接続する辺が縦なのか横なのかで場合が分けてきます。左上の頂点、ここですね。で、この頂点に接続する辺が縦の辺、この今塗った辺なのか横の辺なのかで場合が分けてきます。じゃあ、まず縦の辺の場合考えましょう。これですね。で、これを、この辺を使うと、その左上の頂点に接続する辺で、横の辺、これもう使えません。あ、使えないって、そのマッチングの辺、完全マッチングの辺として選べません。で、この横の辺、下の横の辺もこれも選べません。で、そうすると、考えなくちゃいけないのは、残りのグラフで
その完全マッチ部の辺を選ぶということを考える必要があります。いいですか。で、そうすると、何が起こるかっていうと、今消せなくてよかった。残りの辺っていうのは、どこから選ぶかっていうと、この残りのグラフから選びますから、このグラフっていうのは、4列ある2段の格子になります。だから、右側に残る A4 の完全マッチングを選ぶと、全体で、左上の頂点に接続する辺が縦の辺であるような完全マッチングが得られます。一方で、この左上の頂点に接続する辺が横の辺だとすると、この左端の縦の辺は完全マッチングの辺として選べません。選べません。そうすると、これ選べないので、この横の辺を必ず選ぶ必要が、下の横の辺を必ず選ぶ必要があるということがわかります。で、そうすると、この次の縦の辺と横の辺、これも選べないということがわかります。選べないというのは完全マッチングの辺に使えないということがわかります。そうすると、最終的には、この右に残った3列ある格子から残りの辺を選ぶ必要があるということになります。他の辺は右側に残る A3 の完全マッチングになります。で、そこの完全マッチングをやれば、全体の完全マッチングで、はじめの頂点に接続する辺が横のものが全部得られるということになります。これで何が分かったかというと、A5 という、この 5列あるグラフの完全マッチングの総数は、はじめの倍から出てくる A4 と2番目の倍から出てくる A3 の和になるということが分かります。これいいですか？これが分かれば今日大体 OK なんですけど。さっき無駄話をしたので、ちょっと今日時間がまた足りなくなるかもしれない。いいですか？で、今これは A5 に対して考えたら A5 イコール A4 プラス A3 っていうのが出てきたんですけども、これ同じことが AN って一般的なものに対してもできます。左上の頂点に接続する辺が縦の辺の場合と横の場合で分けると、縦の場合だと、そのグラフの、列の数が1減った場合を考えれば良いということになって、横の辺を選んだ場合は、グラフの辺、列の数が2減ったものを考えれば良いという形になります。同じ考え方をすると。そうですね。で、1列減ったものは AN-1 であって、2列減ったものは AN-2 になります。ということから、前化式として AN イコール AN-1 プラス AN-2 になってられます。よろしいでしょうか。これが成り立つのは N が3以上の場合です。ですか。まあ、つまり、N が3以上じゃない場合は、別に扱う必要があって、その場合っていうのは N が1と2の場合です。ということで、前化式が得られます。AN というのは、N が3以上の場合は AN-1 プラス AN-2 であって、N が1の場合は1、2の場合は2。で、こういう前化式が得られます。で、まあ、前化式が得られれば、とりあえず、まあ、プログラムをかけて、この AN というのを計算することができます。ただ、この AN というものが、どういうその数学的な特徴を持っているのかとかってことを考えるときには、この、実際にこの、まあ、前化式を解いた方がいいので、解くというのは一般項が何なのかってことを知りたいので、それは次回やります。いいでしょうか。で、まあ、実際プログラムを書いて計算してみると、まあ、こんな感じになると。ですね。N が、ちょっと線で引っ掛けておきたい。N が1から15、あるいはまあ30までですね。の時に AL がどうなるか。これ、まあ、プログラムを書けば計算できます。皆さんもできます。ので、まあ、やってみるとこうなると。いうことですね。いいでしょうか。解くのは、特に全、一般項を求めるのは次回になります。で、今はですね、2段の格子をやったんですけども、じゃあ3段の格子もやってみましょう。
三段の格子ですね。まあ、これ、じゃあ、B、あの、2番目のグラフのこれ B と書きましょう。B1、B2 ですね。で、このグラフの完全マッチングの総数をスモール bn としましょう。で、これを計算したい。というのを今から入れています。で、やることは先ほどの2段の場合と同じです。あ、そうか、まず重要なことを言います。n が奇数の時には完全マッチングの個数は0になります。例えばこれ B1。これ完全マッチング持ちません。なんでかっていうと、完全マッチングを持つグラフの頂点の数は必ず偶数である必要があります。それはまあちょっと考えればわかるんですけども、で偶数である必要があるんだけども、これ、ね、2段じゃなくて3段あると、この n が奇数の場合には頂点数が当然奇数になります。から完全マッチング持たないわけです。ですか。だから bn が0になります。奇数の場合には。n が奇数の場合には bn が0になります。ので、それは気をつけてください。で、じゃあどのように数えるかっていうと、あ、そうか、まず、実際に手でやってみるとこんな感じですね。B2 は3。で、B4。まあ、こんなものはですね、手でやるんですよ。11。まあ、これをちょっとめんどくさがっていたらちょっといけないんですけども、B4 が11ですね。って感じになります。で、まあ、これ、この数列の一般項なんでしょうということになりますね。はい。で、考え方は、先ほどの2段の場合と同じです。この左上に、この頂点に接続する辺が縦の場合と横の場合考えましょうですね。じゃ縦の場合まず考えます。これを使いますね。で、そうすると、まあ、じゃあ使えない辺書いてみると、これで使えない感じになりますね。ですね。で、そうすると、この、左下の頂点に接続する辺を選ぶには、この横の辺を選ぶ必要しかないということがわかります。いいですか？それを選びます。でそうすると、それに従って、先ほど選べなかった辺もあるんだけども、それ以上にここら辺選べない、こう選べないっていうのが出てきますね。そうすると、残ったグラフは、まあ、こんな形になるわけです。で、このグラフの中の完全マッチング、この総数が分かれば、全体も完全マッチングで、左上の頂点に接続する辺が縦の辺のものが分かるということになります。で、ここで一つ問題にぶち当たるわけです。ぶち当たるっていう。問題に遭遇します。で、どういう問題かっていうと、この残されたグラフっていうのが、今考えている三段の格子という形をしてないわけです。もしこれが3段の格子であるんだったら、先ほどと同じように全箇所作れるんですけども、これ3段の格子じゃないわけです。で、ここで、あ、困ったなぁとなるわけですね。で、困ったなぁで終わったら、もちろん数学としてこう進まないので、これちゃんと何とかして対応する必要があるわけです。で、どう対応するかっていうと、このようなグラフの完全マッチングも一緒に数えます。このようなグラフは何かというと、まあ、だから名前付けるわけですね。CN とします。この3段の格子の1箇所だけ欠けたグラフで、この列の数を N とします。で、CN というグラフを作って、この CN における完全マッチングの総数 CN を計算するとします。先ほど出てきたグラフですね。このグラフ。これ、まさにさっき今見た C5。なってます。ですね。欠けた場所は上なのか下なのかってことが違うだけなんですが、その、初めに言った通り、そのグラフの書き方に惑わされずに、同じグラフであるってことは理解していただきたいというわけですね。で、まあ注意すると、この n が偶数の場合には、頂点数が奇数になるので、この cn という値は0になります。いいですか？で、この CN という値、まあ、計算する前にとりあえずじゃあ小さい場合見てみますと、あ、見なかった。見なかった。で、じゃあこれを、じゃあこの CN っていうのをじゃあ使えると今、仮定して、もう一度、この左上の頂点に接続する辺が縦の辺であるようなグラフ BL の完全マッチングの総数を数えましょう。そうすると、先ほどと同じようにやっていくと、これですね。1列減った
決定一つ頂点にかけたグラフの完全マッチングの総数、つまり CN-1 の完全マッチングが分かれば、この場合、処理できますということが分かります。いいですか？では、この左辺の頂点に接続する辺が、横の辺の場合はどうかっていうと、また使えない辺書いてみると、こことここと、ここ使えないということが分かります。で、これ取り除くと、こんな感じになって、で、これまた、その、今までに出てきたルダーの形じゃないわけですね。で、困っちゃう。で、ちょっと、これ、困っちゃうんですけども、この左側ちょっとはみ出てるんで、ちょっとここは今から、また処理します。で、どう処理するかっていうと、この左上の頂点に接続する辺が、またこれが横なのか、縦なのかで分かれるわけです。で、これ、倍分けを今からやっていきます。で、縦だとすると、残りは、この一つかけた、グラフになります。これ CN-1 です。そうなるか、あるいは、横を選んだら、ここの辺使えない、使えない、使えないとなって、この下の頂点、左下の頂点に接続する辺として、この右の辺、横の辺を選ぶ必要が出てきます。で、それを選んだら、最終的に残るのは、この格子になります。これは2列減った格子なので、BN-2 になります。つまり、左上の頂点に接続する辺が横の辺であるような BN の完全マッチングは、CN-1 か BN-2 の完全マッチングになっています。マッチングに辺を付け替えることによってできます。ので、数えるのは CN-1、CN-1、BN-2 の完全マッチングの総数になります。で、それを足し合わせると、今考えている BN の完全マッチの総数が出てきます。ということで、前化式は BN イコール BN マイナス2プラス2 CN マイナス1になります。いいですか ?2 っていうのは CN-1 が2つあるからですね。いいでしょうか。これは N が4以上の偶数であるときに成り立つ式になります。で今は、この CN とか CN-1 の完全マッチの総数が分かっていると仮定しているんだけども、これ今、これも分かんないので、この CN に対する前化式も作る必要があります。で、それ今からやります。あ、やんなかった。ごめんなさい。それはやんなくて、これ演習問題でなっているので、やってみてください。でそうすると、この下にあるような前化式が得られます。で、これを解くのは次回になるんですけども、この前化式があれば、プログラムを解けます。で、書いて、実行すると、こんな感じになるんですね。で、この数列が何なんでしょうってことを次回やろうと思います。これ次回やるというか、これも多分演習問題だと思うんですけども、次回やります。次回のテーマになります。いいでしょうか。ここまでいいですか？これで、組み合わせ構造の話は終わりになって、次にアルゴリズム計算量の話をします。例題が2つあるんですけども、1つ目の例題をやって、休憩にしたいと思います。で、こういう、まず、アルゴリズム、これ、Ruby 風に書いてるんですけど、別にこれは Ruby である、必要は全然なくって、このプログラムは何をするのかってことだけ分かってもらえればいいです。ファンクションっていう、関数があって、その中に 何をするかっていうと、n が一応0以上の、かな？うん、そうですね。0以上の整数であると今仮定してますけども、この場合何をするかっていうと、まずプリント a として a という文字を一つ出力します。で、n が2よりも大きかったら、ファンクションという関数を n-1 と n-2 で呼び出します。再起呼び出します。で、終了する。で、これをその、いろんな n に対して実行すると、a という文字がいくつか出力されて、終了するわけです。この a っていうのはつまりです。で、つまりその、この a という文字が出力される数というのは、この、ファンクション n という関数を
実行したときに、その、実行の中で、この関数自身が何回呼ばれるのかってことをカウントしていることになります。その再級別の回数ですね。で、やりたいのは、じゃあこの関数を実行したときに A は何個出力されますかってことを聞く。つまり、この関数は何回呼び出されますかってことを今から考えます。で、こういうのは、そのアルゴリズムの計算量解析とかで出てくる話で、計算量とかって言い出すと、何が基本ステップなのかってことをしっかりと定めないと議論できないので、そういうことをするのをやめて、ここではその代わりに記録される A の数を数えるってことをすることにします。まあ、その方が具体的だからです。皆さんよくその計算量っていう言葉を使うんですけども、計算量って言葉は非常に曖昧なんですね。何を数えているのか計算量という言葉だけからはわからないからです。だけども、ここではそういう曖昧さを捨てるために A を何個使用するのかってことにして問題を具体的にしてます。これ実際にやってみると、どんな感じかっていうと、まあ、こんな感じになります。例えばその N が40の時には、これ読めないんですけども、なんだろうな。1100万。だから、2億ちょっとですね。はい。出力されます。で、この数列は何でしょうってことを今、気にするわけです。で、この数列のことを、FN と言いましょうと。ファンクション N を実行したときに出力される A の数を FN とします。じゃあ、この FN っていうのがどういう人化式を目指すのかってことを考えましょうということを今からします。で、まず見ると、2行目ですね。この2行見ると、N が何であろうと必ず1、1つは A が出力されます。ですか？で、4行目と5行目に、最近呼び出しがあります。ことになります。つまり、4行目では何回、A が出力されるのかっていうと、F の N-1 個、出力されるわけです。で、5行目では F の N-2 個、出力されるわけです。で、この2行目では必ず1個、出力されると。つまり、全化式としては、FN イコール、あ、ちょっと今、出力されるわけです。で、この総和が FN になるわけです。つまり、全化式としては、FN イコール、1プラス FN マイナス1プラス FN マイナス2が出てきます。この再呼び出しを行うのは、N が2よりも大きいときだけなので、N が3以上のときに、この式が出てきます。で、そうじゃなかったら、2行目の1回だけ呼び出して終わる形になりますから、FN は1になります。いいですか？この全化式を解くというのを次回やります。まあ実際やらないんですけども、それに近いことを次回やります。いいでしょうか？で、同じようにですね、このなんか再帰的なアルゴリズムというのから、全化式が出てくるっていう流れはよくあって、その二つ目の例として次に、ユークリッドのアルゴリズムをやります。じゃあちょっとこれが終わるかどうかがちょっと怪しくなってきたんだけども、まあ、でもとりあえず、1分半に、1分半に休憩しますね。なんかだんだん休憩の時間が短くなってる感じがして、ちょっといけないんですけども。1分半にします。すいません。1分半にさせてもらって、1分半に休憩します。
はい、休憩終わりになります。すいません、ちょっと時間のやりくりが今日はよろしくなくて、まあなんか無駄話もしていたし、年齢の残りもあったので、ちょっと良くないんですけども、やるのはですね、今からニュークリントのアルゴリズムの話をします。で、これは、まあ皆さんご存知だとは思うんですけども、2つの自然数が与えられたときに、1以上の整数が与えられたときに、その、最大公約数を求めるというアルゴリズムです。で、それを再帰的に行っています。でどういうふうにやるかっていうと、まあ、その A と B という、整数の最大公約数を求めたいときには、まあ、B が0だったら A をそのまま返します。で、そうじゃなかったら、B と A を B で割った余りの最大公約数を求めるということを再帰的に行います。いいですか？ね。まあ、この A%、B、今普通は、まあ、スヨフでは A モッド B と書くので、今後も A モッド B と書きますけども、まあ、プログラム上はよくこのパーセントの記号を使ったり、まあ、この Ruby 風の書き方でもそういう風にしています。で、先ほどと同じように、2行目に G という文字を出力するようにしていて、それでこの再帰呼び出し、関数呼び出しの、回数をカウントしていると思ってください。で、やりたいのは、この AB、を入力として実行したときに、この G が何個出力されるのかということを求めます。でですね、このアルゴリズムは、まあ、まず正しいんですけども、その正当性の証明は演習問題とします。それで、これ引数が2つあるんですね。A と B と。で、引数2つあるんで、引数2つあるような、人化式を使う、扱うのはややこしいので、だからまあ厳密に求めるのは難しいので、上階を求めたいと思います。上階っていうのは最悪の場合における保証になります。で、まあ、ちょっと、やってみました。プログラム書いて。で、例えば、まあ、B は11のままにして、A をどんどん、まあ、桁数増やしていきました。で、まあ、桁数増やしていたんだけども、まあ、増やしていっても、この出力される G の数っていうのは、ほぼ変わらないです。まあ、なんだろう。ほぼ変わらないと言っても、まあ、変わりはしますけども、増えたり減ったりっていうその幅が全くない。全部その、ごと収まっている。この場合ですね。っていう感じになっています。今これ、B を11に固定した場合ですね。で、別の例もやってみたんですけど、これ13ですね。その場合も、まあ、なんかちょっと増えていく感じはするかもしれないけども、まあ、7を超えることはない。という感じなんですね。だから、これは、まあ、何を示唆しているのかっていうと、A をどんなに大きくしても、このニュークリッドのアルゴリズムの計算量、その出力する G の数っていうのは、B の値で決まってくる、じゃないかなっていう、まあ、気がしてくる。ので、まあ、そういう観点で、計算量解析っていうのをしてみようかなっていうふうに今からやります。いいですか？で、そのためにこういう量を考えます。GN。で、これ何かっていうと、この GCDAB、この呼び出すアルゴリズムの入力を A と B としたときに、出力される G の数の最大値を考えます。で、どういう範囲で考えるかっていうと、B は N 以下。N ってのはこの GM でいいんですね。B は N 以下。で、A は1乗だったら何でもいいというふうにします。で、これを GM とします。直感として書いてありますけども、この GM っていうのは B を N 以下の数に限った場合の最悪値計算量だと思ってください。A は何でもいいです。A は何先ほど、この例で見た通り、A はどんなに大きくなっても、この B の方だけで計算量決まるので、A は制限なし。だけど B は N 以下っていう制限をつけていると思ってください。いいですか？で、欲しいのはこの GM の上階です。GM の上階。ですかね。で、ちょっとじゃあ、この GM っていうのが何なのかっていうことを、ちょっとまず、お見せします。これもちょっとプログラム実行して書いてみたんですけども、こんな感じになります。何かというと、
横軸が M です。で、縦軸は、ここ書いてないですけども、出力された G の数です。で、この緑色の線の方は、この各 N に対して、この数ですね。この B の部分を N とした時の、出力された G の数の最大値、A に関する最大値を書いてます。ですね。で、赤い方は、この上の方ですね。この赤い方は、これ GN を書いてます。で、GN っていうのは、この B の部分を、N 以下というふうに制限したものです。だから、この GN って何かっていうと、この緑色の方の線をまず見て、N を一つに決めたら、そこまでの時点での左側を見て、一番大きな緑色の値を持ってくる。っていうのがこの赤いやつです。まず、そういうイメージを持ってください。まあ、これ定義そのものなんですね。それが次元です。いいでしょうか。で、それで、この赤い線っていうのは何でしょうっていうのを我々知りたい。で、こういうことをやります。いいですか。で、まあ、この図から見て、うつうつわかるように、あるいはこの GN の定義を見れば、数学的にわかるように、この GN っていうのは単調動化します。それが初めの補題ですね。GN っていうのは、GN プラス1と比べると、GN が GN プラス1以下に必ず出ます。これは定義を見れば分かって、定義から簡単にここにあるように証明できます。証明できます。まあ、これは簡単だとかっていうのは、数学に慣れてるから私簡単だとかっていうんですけども、まあ、慣れてない人はちょっとこの証明を見て、ちゃんと考えてみてください。特にこの最大値っていうのを、どのように扱うのかってことは、ちょっと慣れが必要かもしれなくって、まあ、そういうのは、いわゆる最適化っていう分野の、まあ、話になるかもしれないんですけども、まあ、そういうのはちゃんと証明できること重要で、ちょっと今、これをやる時間はちょっとないかもしれないので、これは、見て、理解していただくという感じになります。でも急いでやるよりは、またちょっと次回に残した方がいいのかもしれませんけど、まあ、とりあえず、やれるところまで進んでいきます。で、2番目の補題がありまして、これもその計算量解式に使うんですけど、何かっていうと、A モッド B、っていうのがあったら、それは必ず2分の A 以下になります。この、記号ですね。これは、小数点以下切り捨てです。2分の A の切り捨て以下になります。で、この下には、この下に、ね、これ証明が書いてあるんですけども、これは、まあ、直感的には当たり前なんですね。で、まあ、じゃあ直感をちょっとお伝えすると何かっていうと、今、ここに、まあ、幅が A の帯があるとします。で、A を B で割ってあまり考えないので、A と B 比べると B の方が小さいということを今想定しているんですけども、じゃあその幅が B の帯っていうのをもうちょっと持ってきます。あ、ちょっとこれ長すぎたかな。すいません、ちょっと。幅が B の帯を持ってきます。で、この時に、この A モッド B、A を B で割ったあまりっていうのは何かっていうと、この A の中に、この B という長さの帯を何個取れるのか、で、取った時の切れ端の長さです。それが A モッド B です。じゃあ、それでは切れ端今から取りましょう。で、今この長さ B のものを、こうやって、こうたくさん取るわけですね。だからじゃあ、この場合、こう3個取れました。じゃあ、この、じゃあ、残った部分の長さ、
見ます。残った部分の長さ見ます。ここですね。この長さ。これ今、それ、これが A モッド B なんですけど。で、これは必ず、この A の長さの半分以下です。なんでかっていうと、これ、二つ場合があって、この二つの場合を分けて考えるっていうのは、この下の知らせの書類にも書いてあるんですけども、もしこの B の長さが A の半分よりもそもそも長かったら、そしたら、この B という長さの帯は A の中で1回しか取れません。1回しか取れないので、残っている部分は、この残りの部分っていうのは、この B の長さが A の長さの半分以上だから、残りの長さっていうのは A の半分以下です。一方で上のように、B の長さが A の半分の長さよりも小さかったら、これ B たくさん取れるんだけども、まだその A の半分の長さに達していなかったら、まだ B 取れるわけです。だから余ってくるのは必ず A の半分の長さよりも小さくなります。わかります？ということで、この不等式必ず正しいということが言えます。今言ったことをちゃんと書くと、この下に証明が正確に書かれるんだけども、そういう直感を、ただ単に数式にするだけです。直感は分かりますでしょうか？見てみます。B の長さが、これですね、B の、こっちの場合はこれ B の長さが、2分の A、あ、2分の A よりも大きいんだったら、B の長さは1回しか取れずに、余りの部分は A の半分よりも小さい。B の長さが2分の A よりも小さいんだったら、B は何回か取れるんだけども、まだ2分の A 余ってるんだったら、その中にまだ B は取れるわけです。だから最終的に残るのは2分の A よりも小さいことになります。ということがここに書いてあります。で、一応じゃあ、この証明は後で皆さん見ていただくことにして、この、この中にですね、この記号があるので、記号だけ、確認しておくと、この記号は、小数点以下切り上げの記号です。上げの記号です。で、この補題っていうふうに今まで言ったんですけど、補題っていうのは何かっていうと、定理を証明するための補助定理です。のことを補題って言います。だから今、補題 A と補題 B っていうのを紹介したんですけども、それを使って何をしたかっていうと、GN に対する上階を与えるということをやります。で、やっぱりちょっと急いでやるのはあんまり良くなかった。まあ、これでも十分急いでるんですけども、証明は皆さんちょっと自分で見ていただいて、この補題を A、B を使って、実際にこの GN に対する上階を与えるっていうのを、じゃあ次回、この続きからやりたいと思います。